どうも、どうも、コジです。スケです。コジスケです。ゴルスなんか言ってもなかったな。早っ、ついていかないかと思った。はい、はい、ということで、はい、本日もベイプの、商品レビューしていきましょう。はい、でちなみにですけども、はい、この商品あのまあ以前から何度かお出ししてるような感じのクローンの商品になります、はい、スタイルドっていうタイプです、はい、なのであのこちらに注意書き出してたりとか、はい、あの以前の動画にも注意書き出してるんで概要欄の方とか、概要欄とかに見てもらって、はいはい、あのそちらの内容をご理解した上で見ていただくということで、はいはい、じゃあ早速本日紹介するのはこちら、ドン、前まで、ウルトン、はい、ウルトンというなんかまあメーカーさんが出してるドットシェルリビルダブルタンクということで、ドットシェルっていうののクローンになります。でドットシェルとは何ぞやって言ったら、あのこのドット AIO やね。ドット AIO、 ドットドット AIO 用ののなんか、アトマイザー、ね、カスタム用アトマイザーみたいな感じになりますので、はいはい、手元でこちら紹介してやっていきたいなと思いますので、はい、手元の動画いきましょうということで、はい、ウルトンの、はいはい、ドットシェルリビリダブルタンク、はい、こちらをやっていきたいと思います。まあ先ほども言ったようにスタイルドクローンなんで、うん、まあとりあえずやっていきます。もうこんなフィルムみたいなケース、フィルムって言ってももうみんな分かれへんねやろな。でこんな感じで分かれへんねやろな。本体があってこういう細かい付属パーツ、これはエアフロー系のやつとあとスペアの、ネジですねが入ってます。はい、で本体ちょっと見ていきましょうか、はい、こんな感じですね本体、はい、パッと見、はい、で純正のもともとドットエアウのタンクがこんな感じ。もうあのコイル取って持ってるけどこれは、うん、こんな感じで、でもう大きさも一緒なんで、はい、でそのままはめ替えるって感じだね。そうやね。デッキがもうこれオーリング簡単、超簡単、こうでこんな感じねになってて、ねこれもまた特殊なんやとは思うんやけど、コイルをこういう向きにやるんかな。でここにウィッグが来るようにこう斜めにウィッグが来るようになるって感じです。でほらこう裏ね、このここの穴がリキッドが落ちてくる穴なので、このここにウィッグにリキッドが垂れてっていう感じですね。でリキッドの補充はもうここのキャップパチョーンと開いてここから入れる感じ。まあ最近その AI を受けてほとんどそうやな。そうやね、これ楽やね、うん、これがこんな感じです、はい、でつけるときはまあこいつこう抜ける、ここちゃんと爪引っかかるようになってるのね、ここの部分、まあ、爪引っ掛けて抜いてこれをこう入れるだけ、これだけでいけます。ただビルドするときに、おっと動いた、ビルドするときにね、これやっぱりそのオームメーターとかに乗せてビルドすると思うんですけど、そのときにこいつこのエアフローコントロールがこうネジで外れるようになってるんですよ、こうやって。でさっきあった付属品のこの金色のパーツ、こいつをここにねこうつけることによって510スレッドになるんで、あの普通のオームメーターとか、まあいつの時代のオームメーターやねみたいなの出てきましたけどもこういった
オンメタにこうつけれると、でこれでビルドできるっていう形ですね、はい、なのでちゃんと絶対ビルドするときはオンメタとかにつけてやってくださいね。ただただこれでそのままビルドしてもポチョンってつけてってやったらショートしてる可能性とかもあるんで、はい、ちゃんと、まあ、デッキが狭いからな、うん、それは気をつけた方がいい、うん、ちゃんとやってください。はいはい、で、このこの3つのパーツがエアフローのなんていうの穴を絞るためのやつで、穴を変えるってことね。ここのうん、はいはい、この真ん中のところにもうポチョンとオーリングでもうプラグみたいに刺すだけのやつですね、はい、でこいつこれも変えれます。ポジピンかなこれね、はいはい、もう替えがついてますんで、はいはい、まあなんやかんやでこうお好みのところを探ってもらえたらなとは思います、はいはい、ということで、ビルドして吸っていこうかなと思います。はい、はい、ということで、はい、ウルトン、ウルトンから出てる、うん、ドットシェルの、スタイルド、スタイルドクローンですね、うん、をビルドして、うん、来たんで、うん、ちょっと吸ってみます、はい、でリキッドはねゴリラカスタード、うん、ゴリラカスタード、バナナ系の、はいはい、リキッドです。でドット AIO では一番ワット炊いていきます。はい、炊いちゃってどうぞ。甘い。はいはいはい、うん、はい、これ何オームで組んだんやっけ。 0.7 オームです。 0.7 オームね、はいはいはい、まあ、いつもの僕らが使ってるコイル NI80 のやつでは 0.7 オームで組んでるんですけど、うん、あのねこれね、うん、正直、うん、まあ、なんでワット数一番高いやつで吸ったかっていうと、うんうんうん、他のやつで吸うと、うん、あんまり味がぼやけて出なかったんですよ、はいはいはい、だ結構、まあ、まあまあまあそのビルドによって違うと思うんですけど、うん、このまあリキッド自体は炊いた方が味が出るのかなとは思いつつ、うんうん、まあまあまあリキッドももうちょっとリキッドじゃあビルドももうちょっと詰めた方がいいかなと思います、うん、でここでエアフローコントロールできるんで、うん、そのエアフローの調整とかでも変わってくるとは思います。あと中のなピンというか、そう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 、ね、中のそうエアフローのプラグとかがあるから、うん、それとか変えて、うん、MTL 仕様でもうちょっと高抵抗でじんわり吸うとかもありかもしれない、うん、ただし、うん、まあ、段階が4段階のワット数調整か、うんうん、しかないので、うんうん、普通の、うん、なんていうの、テクニカルレギュレーションモッド、うん、より細かい設定はできないので、うん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 、その辺がまだちょっとネックかなとは思います。あと、まあ、バッテリーにもよって、うん、そのやっぱり怖いところもあるしな、その辺。そう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 、まあ、自動やからさ結局は。そうそうそう、一応だから、うん、そのまあ、前回紹介したドットモットのところに載せることは思うんやけど、うん、最高出力とか載せてるとは思うんで、うんうん、それで、まあ、バッテリーも吟味して、うん、で最高出力、まあ、サブオームとかで吸うんやったら、うん、最高出力とかで吸ってとかって、まあ、いろいろ試してみてもらったらいいかなと、うん、まあ、物自体はね、うん、切削とか、うん、ネジの感じとかはそんなに悪くはなかったので、うん、あとはほんまにビルドを詰めてやるだけ、うん、ただだからそのドット AIO でももともとコイルがついてて、うん、それで吸うのか、うん、RBA キットもやりましたけど、うん、もうやったりとかして、でまた別のこうやってねオプションも出てるんで、うん、で実際ドットシェル、まあ本ちゃんも、うん、まあね、まあまあな値段するんで、すごい高いな、うんうん、まあクローンということで、うん、まあ味の出方がどうかって言われたらビルドによると、うん、結局はね、結局はビルドによるということで、ビルド自体はそんなに難しくないので、うん、まあでも基本狭いやんデッキが、こういうね、BB とか、うん、それ系のこういうののやつってデッキが狭いんで、うん、結構まあ、限られてくるよね、うん、手先が器用じゃないとできへんとか、うん、あとはそのコイルの高さとか、うん、まあ限られてくるとは思うんで、うん、あとなんていうのコイルの内径とか、うん、これ実際3ミリで組んでるんですけど、うん、もうちょっと小さい方が、うん、
なんていうのコットンのこの通路みたいな、うん、先ほど見ていただいたところにあるこういう通路みたいなところも、うん、なんていうの沿わしやすいというか、うん、あんまりその3ミリとかで組むとちょっとこうコットンが太くなるんで、うん、合わしにくいかなとは思うんで、まあその辺は詰めていかなあかんな。そうそう、その辺のビルドはもう個人的に皆さん詰めていってもらえたら、うん、ただドットシェル、うん、これ自体も悪いものじゃないと思うんで、うん、まあ皆さん気になる方は試してみたらいかがでしょうかって感じかな、うんうん、本物はなちょっと知らんから、知らんから、まあ、これはこれでも全然 OK ってことやな。まあその使える、うん、全然だからそのあとはその抵抗紙とリキッドとか、うんうん、あとエアフローとか、うん、でめちゃめちゃそのなんていうの遊んだりとか、うん、その組み合わせはいろいろできるんで、うんうん、はいはい、それでちょっと MTL 寄りにしてみたりとか、うん、DL 寄りにしてみたりとか、その個人の好き嫌いでこうやって、うん、調整はできるから、ね、うん、できるからいろいろとその細かい調整できると思うので、はい、うん、はい、それで楽しんでもらえたらなと思います、うん、ただまあ僕はこの元々の状態でこれ吸ったけど、まあちょっと味もけます、うん、なるほどね。エアフローとかその来た状態だったら、うん、だからその辺はやっぱりやった方がいいかも、やった方がいいと思います。はい、はい、ということで、はい、本日、やってたのはウルトンのドットセルの、はい、スタイルドというスタイルドですね、はい、ドットモッドの AI 用のドット AI 用のやつですね、うん、スタイルドということで、はい、まあ、この動画が参考になったという方はコメント高評価、はい、でチャンネル登録まだですよと、はい、あこいつはこんなやってんやと、はい、ベイブ始めた方、はい、過去にもね、いろいろ動画、ベイブのベイブやってますんで、はい、ぜひチャンネル登録していただいて、はい、今後も動画出していくんで、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで、はい、また次回も見てください。ありがとうございました。